今回紹介するのは、ぬか喜びという本です。癒されるんじゃないかなぁ、一気をみしました。前回の平らあやまりも読みましたが、個人的に今回のぬか喜びが大好きです。昔からの知り合いと話しているような気持ちよいぬるま湯に使っているような心地よい文章を書くうれしのさんですが、なんとなくひょうひょうとしていて、 真の部分を明かしててないようにも思っていましたあくまでイメージですががこのぬか喜びはいろんな嬉しのさんを垣間見ることができた気がしましたそんなこと嬉しのさんにもあったのってそして人生って人ってこんなもんなんだよってだからそんなに悩んだって仕方ないんだよって教えてくれます 自ら体験したことを通して言ってくれてるので、私もきっと大丈夫なんだなあって思えちゃうのです。読み応えはある。でも読んでいて疲れない。言葉のチョイス人柄読むと癒される気がしてならないのです。何かに疲れた方は、ちょっと手に取ってもらいたい。そんな本です。 この世には守ってもらわないと滅びるものがあるのよ。そのうちの一つが正義だったりするのよ。冒頭での写真とこの言葉取り巻く日常の1ページを著者の独特の視線と言葉運びでゆるゆる語られている世界読み進めると不思議とそれが世の中のことや自分の周りのことにつながったりしてこんな考え方ものの捉え方があるんだと。 人生の歩み方のヒントになったり世界観が広がったりただただ楽しい気持ちになったりふっとほっこりそう幸せな気持ちになれる本だと思います。著者のファンはもちろんですがふとした日常を楽しくしたい方、ほっこり穏やかな気分になりたい方や人生について考えちゃう方等、といろいろな方におすすめの本だと思います。 コーヒーを片手にカフェや静かな窓辺で読むのにぴったりな一冊だと思いました。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。